コーヒー店ということで、今日はですね、じゃん、これこの間のコーヒーのイベントですね、まあこの間というか昨日のコーヒーのイベントに行って買ってきた、これ台湾のゲイシャですね。この手焼きコーヒー片野さんというところのねコーヒー、これをですねいただこうと思います。はい、でね、これなんと50g で5000円ということでね、1杯1000円ですね、ということでかなりの値ですけど、すごいね美味しかったんですよ。飲んで焙煎ってね、どうしてもコーヒーの焙煎って濃くなれば濃くなるほど、その焙煎を濃くしていくほどね、コーヒー本来の香りっていうのは飛んでいってしまうんですよね。でその代わりに焙煎香っていうのがすごいついてきて、その深入り独特のね心地よい苦味みたいなのが出てくるんですけど、でそれをね今のコーヒーっていうのはすごい嫌っていて、スペシャリティコーヒーっていうね、そのめちゃくちゃその評価が高くて値段も高いっていう豆を使ってすっごい浅入りにして、そのコーヒー独特のねコーヒーの豆本来の香りっていうのを取り出して、でそれをコーヒーを入れようみたいなね流れが最近続いてるんですけど、そのスペシャリティコーヒー、そのイベント自体がねスペシャリティコーヒーのイベントなんですけど、そのスペシャリティコーヒーをあえてね深入りで焙煎してそれでっていうのだったんですけど、これがね深入りな割にね、割にっていうか深入りなのに香りがねすごい感じられて、ああ美味しいなと思ったんですよ。なんでこれはねちょっと5000円払って自分の家でねコーヒー入れてみる価値あるなと思って買ってきました。ということでね、ゲイシャ入れていきたいと思います。はい、お湯が沸いたんでね、豆が引けてお湯が沸いたんでこれからコーヒーを入れていくんですけど、ちょっとねその前に豆をねどんな感じなのか、これねこの袋にね顔を突っ込むとすごいゲイシャの香りするんですよね。花みたいなね、本当に花をこう嗅いでるような感じの華やかさ花の華やかさっていうダジャレじゃないんですけど、こんな感じのね焙煎具合ですね、結構濃いですね。本当にね薄い焙煎が多いんですよ、スペシャリティコーヒーって。でそれ僕苦手なんですけど、これがね香りを消せずにここまで焙煎するっていうのは、ね、素晴らしいですね。はい、で焙煎じゃないドリップをしていくんですけど、今日はね2杯だけ落とすのとちょっとね真面目にやろうと思いまして、まずねカップを、このあとね飲むためのカップっていうのを1回お湯でね温めます。で蒸らしを、あーすごいいい香り、あー最高ですね。ただねこれこのねゲイシャの香りってすごい独特でねいい香りするんですけど、まあ香りが分かりやすいからだとは思うんですけどね、こういう SCAJ のね会場どこもかしこもみんなゲイシャを入れてて、ゲイシャ酔いみたいな感じになっちゃいましたね。あとね試飲をめちゃくちゃ進めてくるんで、もう片っ端から試飲してたらねちょカフェイン疲れしまして、もうお腹チャポチャポになるのと、もうしょっちゅうもうちょいちょいねこうコーヒーを飲みまくったからすごいカフェインで疲れてね、ちょっと途中っていうか1時間ぐらいしたらぐったりしちゃいましたけどね。一緒に行った人とね、ちょっと疲れたねっていう風にお湯が優しいって思いながら、で端っこの方でね、なんていうの、お茶屋さんが来てて、ノンカフェインとのドリンクとしてかなり焙煎した麦茶っ
ていうのを飲まれよく飲まれてるんですよみたいなこと言って、それをね売り込みに来てたんですけど、それをいただいてね、あーすごい落ち着くなって思いましたね。うん、それにしてもねいい香りするわ、これめちゃくちゃいいね。あで今日はね2杯だけ落とすので、このフラワードリッパーっていうやつね入れてます。はい、ということで入れ終わりました。これいいでしょ、めちゃくちゃいいよ、うん、これ家中が香るよね、うん、びっくりするぐらい香りがいい。はい、ということでね芸者いただこうと思います。はい、ということで芸者をいただきます。いい香り、美味しい。これね本当に美味しい、この、ね、絶妙な感じですね。香りを残しつつこの浅煎りのね、本当に僕の嫌なニュアンス、僕があんまり好きじゃない浅煎りの、ね、ニュアンスがねいい具合に消えてるんですよ。美味しい。なんかねこの片野さんっていうところの、まあ、ホームページがあって、でそこでねちょっといくらぐらいで普段売ってんのかなと思って見たんですけど、芸者はねそのなんていうのネット通販ではね置いてないみたいなんで、まあちょっと今度ね、おっと誰かが来た、なんで今度ねちょっと直接ねお店に行っていきたいと思います。でね、それとは別にちょっとね同時の併設ではないんですけど、そのビッグサイトでね全日本模型ホビーショーっていうねそういうのが行われてたんですよ。でそっちにもねちょっと参加してきたんですよね。もうコーヒーをまあ一通り見てね、まあ、会場自体はその SCAJ の本番っていうのが木曜日と金曜日で、で土曜日は会場規模がかなりね狭くなってるんですよ。なのでちょっとねその豆とかが置いてあるぐらいで、本当はねグラインダーとかそのドリッパーとかね新しいやつとかいろいろと出てたらそっちを見たかったんですけど、そういうのが展示はなくてね、まあそこまで見るものはあんまなかったんですよね。なんでまあ時間結構余ったんでね、その模型の方を見てきたんですけど、そっちまでかなり面白かったですね。うん、本当はね今日の昨日の動画に合わせて出そうと思ったんですけど、ちょっと長くなりすぎて、うん、説明なしでね流しちゃうと微妙かなと思ったんで、ちょっと分けたんですけど、ちょっとその様子あまり動画がね撮れなかったんですよ。っていうのもそのバンダイのねブースとかがその動画禁止とかになってて、ちょっとね動画禁止になってるところとなってないところっていうのがちょっと分かりづらかったんで、でも写真は基本的に OK なところが多かったん で写真ばっか撮ってきたんですよね。なのでちょっと後半、今日の後半はね写真いろいろ撮ってきたんで、まあ新作から話題作みたいなねやつまで写真撮ってきたんで見ていただけたらなと思います。いやなんかねビッグサイト久しぶりにねコミケ以外で行きましたけど、いや楽しいですねこういうなんかイベントをやってるの。もう皆さん結構ね結構な頻度でいろんなものやっているんで、皆さんもねちょっと気が向いたらでいいとは思うんですけど、イベント、そういうイベントにねいろいろ参加してみたら楽しいんじゃないかなと思います。はい、っていう感じで、いやそれにしてもね本当に美味しい。これ来ちゃった、奥さんが出てくれるでしょうということでね、この台湾孫悠っていうそういうコーヒー松園っていうところのものらしいんですけど、いやー本当美味しい、これ、うん、ちょっとね香りが飛ばないうちにね飲んじゃおうと思いますっていう感じで、はい。ビッグサイトで開催している全国模型ホビーショーにやってきましたということで、
中に入りたいと思います。結構会場広いですね。はい、さっきねバンダイブースは動画撮影 NG っていうことでちょっとね写真いっぱい撮ってきたんですけど、今タミヤブースに来ました。タミヤブースも混んでますね。ミリタリーモデルとかも作りたいな。ここら辺ねミニ四駆ですけど、これがミリタリーで、こっち側は RC ですね。いや見どころがいっぱいあって楽しい。